岐阜第一高等学校は、岐阜県本寿市富津政治にある、学校法人小水学園の私立高校である。通称、一校1962年に、学校法人岐阜短期、大学附属八万高等学校岐阜分校として創立。その一年後1963年に、岐阜短期大学附属岐阜高等学校として創立し、さらに1975年には、 学校法人を小水学園岐阜第一高等学校とし、現在に至る。岐阜県の私立高校では、唯一工業科が設置されている。制服は2002年度より、水色のブレザーに、チェックのズボン。夏は、ポロシャツ、冬はセーター。2007年度入学生から、ブレザーの色とズボンの柄が変更となった。カッターシャツが、ズボンからはみ出てはいけないので、 普通のものより長くできている。国公立大学を目指すカレッジコースの生徒は1.23年ともネクタイの色赤2008年4月の時点で1.3年生の体育科普通科工業科の生徒は青2年生は緑である。ネクタイは結ぶネクタイではなくピンネクタイとなっている。普通科普通コースは第2学年より進学コース情報コース 総合コースに分かれる。主に情報、総合コースは就職、進学コースは進学を目的としている。以前より指定校が増え進学コースの進学率が100%になる学年も見られる。姉妹校として、志賀文教短期大学と岐阜女子高等学校がある。国際交流が盛んで、毎年モンゴルやタイ、韓国、オーストラリアなどからの留学生を受け入れている。 また、校内の整備工場オートトレーニングセンターは、東海地区唯一のビークルシミュレーションテスターを完備している。なお、オートトレーニングセンターは、現在自動車分解整備事業であり、指定自動車整備事業のとして認可もできるが、営利目的工場ではないため認証工場となっている。2007年度より、校舎等の耐震補強工事を始めており、2008年には、 西側校舎が新築され、同年5月より体育館の補強工事を行っており、東側校舎なども工事対象となっているほか、男女教学科に対応できるよう工事が進められている。ちなみに学校を創立する前には、岐阜県立岐阜第一高等学校が存在した。2016年度より男女教学科された、商業科普通科進学コース過去に、 大学進学を目指すために野球部全員が在籍していた年もあった。普通科国際情報コース工業科、テクニカルコンピューターコース2年生が3つのコースから選ぶ学校は糸抜川の沿線にあり、もともと旧糸抜川のハイカワート地であり、1951年には北方公認競馬場が開設された場所である。開校当初の校舎は、 糸抜町の一式小学校の校舎が移築したものが使用された。現在は合併して元寿司となっているが、高知の行政区域は新生町と糸抜町にまたがっており、玄関が糸抜町にあったことから、所在地は糸抜町とされた。ありがとうございます。